ね。じゃあですね、次第3位の大空さんをこちらにお招きしたいんでありますけども、大空さん今、青森の方にいらっしゃって、大空さんは青空って一瞬読みそうだった、うん、大空さんは実は青森にいます。そうなんです、青森市文化会館に恋の折り鶴の舞台でいらっしゃってるんですけれど、はい、呼んでみましょうかね、山川さんに呼んでいただきましょうか、呼んでいただきますか、はい、まゆみ、はいはい、うわーもう通過じゃない、通過といえば楽屋さん、楽屋なの、うん、楽屋、あ、うん、でも今日でおしまい、あ、お疲れ様、長いことお待たせしたんじゃないか、あ、いえ、待ちました、どうも、あの、今日は最後だったんですか、そこは、終わりって、あのね、今日はここ一日だけ、あ、そうですか、どうもお疲れ様でした、どうも、青森の方は寒いですか、そうでもないですか、あんまりわかんない、中にいたから、中にいるからね、あのね、大空さん、取り急ぎ、とりあえずですね、はい、あの、第3位に輝いたということでですね、ええ、あの、大空さんがですね、たくさんお出になっておりますけれども、かみさんと私と、それから愛と死を見つめて、これをちょっとね、2つ、こちらからですね、はい、流しますんで、はい、もしよかったら一緒にご覧になってください。はい、ありがとうございます。お母さんに来た反対か、遅くなって。女組はね、果物にしたわ。はい、お母さんどうぞ。はい、ありがとう。あの、ケンちゃん、うん、せっかくの日曜日なのにどこも行かないの、外いいお天気よ。うん、あいにくデートの相手もおりませんのでね。普段の行いがよっぽど悪いのね。顔こっちがそう。マコ、顔半分切り取ったら生きていられるんですか。手術をしない場合より、生の可能性はずっと大きい。じゃね、ミコの大好きな曲ギター弾いてやろうか。でも電話だ。心配すんなよ。思い出します、当時のこと。思い出しますよ、本当に。あれは大変だったでしょ、やっぱり撮影もね、あの、愛と死を見つめてもね。そうですね、あの、前後編で撮ったっていうのが初めてじゃなかったかな、日曜劇場で。大反響でしたもん。でも、あの、その前のかみさんと私もね、なぜかガクと全部一緒ね。あ、山本ガクさん、うん、可愛かったですね、大空さん。今山川さん10代じゃないかしらとおっしゃってました。25でした。あ、そうだったか。はい。山川さんを10代から知ってますからね。そう。なんかいつまでもさ、信長で母さんがお姉さんやってくれた、うん、あれもね、うん、とにかくあなたはね、修子さんの東芝の稽古へ来るとね、うん、一番最初にね、お姉ちゃんお腹すいたってあればっかり言ってたこの人見るとお腹すいてると思うのね。だから持ってってあげなきゃいけないとか、ね、もう福子さんにいつもね、石福子さんにね、お姉ちゃんお腹すいたって、私じゃないですよ、石福子さんにお姉ちゃんお姉ちゃんって言ってね。僕さっき思い出しましたけど、あの、病気になるとやたらみかんの缶詰ってつきもんじゃありませんでした。桃もありましたね。桃もありましたけどもね、リンゴの絞ったのかね、はい、うん、そうそうそう。大空さんね、ここでね、お待たせして恐縮なんですけどね、第1位の出動回数は、うん、おっきいちゃんでしょ、池内さんなんですよ、はい、あの、池内さん名古屋、そうですね、中日、ね、ちょっとあのテレフォンショッキング形式でですね、はいはい、名古屋の池内さんを、はい、今呼んでいただけますか、はいはい、はい、いいですか、はい、おっきいちゃん、はーい、すごい連携プレー、名古屋のテレビ局、こんばんは、お久しぶり